東日本大震災から15ヶ月を経過しようとしています。被災地においては復興に向けて力強く進もうとしておりますが、その道は容易でないものということは皆さんにおかれましてもご承知のことと思います。 J リーグと J クラブは震災発生直後より我々が実施する復興支援活動について力を一つにチームアズワンをスローガンとして活動を行ってまいりました。このスローガンには J リーグ、J クラブ、選手、ファン、サポーター、また被災地の復興を願うすべてのサッカーファミリーの力を結集させ、みんなで一つのチームとして団結し、前に進んでいこうという思いが込められています。思い出せば昨年3月29日に実施した震災復興チャリティーマッチにおいても、J リーグ選抜チーム名を J リーグチームアズワンと名付けました。その後も各クラブによる募金活動、選手の被災地訪問など、我々が被災地に対してできることを考え、各クラブ、各選手、全力で取り組んでまいりました。また、2012年シーズンを迎えるにあたって、J リーグとしまして、復興支援活動に対して、J リーグは決して忘れないというテーマを持って、新たな活動に取り組み始めました。そして、この度 J リーグ復興支援活動の一環として、7月21日に東日本大震災復興支援、2012J リーグスペシャルマッチを、県立鹿島サッカースタジアムで開催することにいたしました。震災でスタジアムに大きな被害を受けた鹿島スタジアムに J リーグのプレーヤーが結集し、最高のプレーをファン・サポーターの皆様に提供することで、J リーグとして再度復興支援活動を力強く進めていくという印象にしたいと思っております。本日は先ほどご紹介ありましたように、被災クラブを代表して鹿島アントラーズの小笠原光雄選手とベガルタ仙台の関口邦美選手にお越しいただきました。お忙しい中、この個人としてもこの試合にかける思い、被災クラブとして皆さんにお伝えしたいことなど語っていただきたいと思っております。2012シーズンに入り、 J リーグは被災地のサッカーファミリーが被災地のサッカーへの、サッカーへの復興支援を目的としたチームアズワン募金を立ち上げました。また、JFA の復興支援特任コーチである加藤久さんとも連携し、被災地のサッカーファミリーのニーズを汲み取り、適切な支援を行っていきます。今回はその手始めとして、現在、簡易証明施設を各地に提供することを計画しております。こちらにつきましては、具体的な計画が固まり次第、皆様にお伝えしたいというように思っております。合わせて、本日この記者会見終了後に、小笠原選手が発起人である東北人魂を持つ J 選手の会より、新たな支援活動のご紹介があるということも聞いております。私はチェアマンとして、J リーグのプレーヤーたちが復興支援活動を継続的に取り組んでいることを嬉しく思っておりますし、J リーグとしてもできる限りサポートしていきたいと思います。最後になりますが、この試合に対して格段のご配慮いただきました協賛各社の皆様はじめ、ご協力いただくすべての皆様に心より感謝申し上げますと同時に、報道機関の皆様におかれましては、大会の告知にご協力いただけますよう、お願い申し上げます。本日はありがとうございました。皆さん、こんにちは。鹿島アントラーズの小笠原です。本日は、7月21日のスペシャルマッチの記者会見に、鹿島アントラーズ代表ということで、この場に立たせていただくことになりました。ただ、投票で選手が決まるという話なので、投票から漏れてしまうと出場できないということなので、ファンサポーターの皆様には、ぜひ、
どんどん投票していただいて、自分がプレーできるようサポートをしていただければと思います。本当に、鹿島スタジアムで開催していただけるということで、またベガルタ仙台と被災地のチーム同士チームを組めるということに非常に嬉しく思いますし、 J リーグを代表する選手たちと、いい試合をして見ていただける人や被災された方々に喜んでもらえるような試合をできればいいなと思います。今から非常に試合を楽しみにしています。皆様にもご協力をよろしくお願いします。皆さん、ベガルタ仙台の関口です。今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。この試合が本当にすごく盛り上がるように、被災した地域が本当に元気を与えられるようなプレーをできるように、頑張りますので、僕に一票をお願いします。ありがとうございます。震災当初から鹿島スタジアムも非常に大きなダメージを受けて、アントラーズとしても数試合使用できることができずにいましたが、今現在ではいろんな方の協力のおかげでプレーできるようになりましたし、スタジアムは問題なく試合できるところまで行きましたが、街に目を移すと未だに道路がまだ凸凹したり隆起したり電柱が傾いていたり、まだそういう状況で完全に復興にまで至ってない状況で、ただそんな中今回開催試合を開催していただけることに非常に嬉しく思いますし、そのことで復興の何か少しでも力になれば嬉しいなというふうに思っております。そうですね、まあ怪我の状態はあと1週間ぐらいで良くなると思うので、チームに合流できると思います。まあ昨年から本当ベガルタ仙台というチームが、Gリーグでトップに食い込めてるっていうのは本当に、一人一人が、絶対に負けられないっていう気持ちを持って常に戦ってますし、自分たちは本当地域のみんなのために戦うんだっていう気持ちを持って戦ってるので、それが結果に出て現れてるんだと思います。昨年も大阪で、チャリティーマッチに出場させていただきましたが、あの時と思いは全く一緒で、やはりサッカーにより人が多くの人がつながり、また多くの人が見ていただける試合であると思うので、本当に僕らはサッカーを通して皆さんに喜んでもらえるような試合をできればいいなと思ってますし、また今回の試合も勝敗というよりかは見ていただける人に何かを感じ取ってもらえるような試合ができたらいいなと思いますし、今後リーグ戦においても、本当に皆さんに喜んでもらえるような試合を今後もしていけたらいいなという思いで、1年前とは同じ思いではいます。本当、三尾さんが言った通り、まだまだ復興には時間がかかってますし、いろんな地域を回らせていただいてますけど、今でもまだ瓦礫の、集まってる公園とかたくさんあるので、去年以上の状況を持って、そういう復興支援活動を行っています。